アディアです。ヒナです。シリです。レイラです。ピンク、ラテ、ティー、ウィ、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はお母さんあるあるです。イエーイ。今回は何個共感できるでしょうか。で、あるある系は結構人気なので今回はお母さんあるあるをしていきたいと思います。イエーイ。せーの、どうぞ。はぁ、そうそう、やるか。ちょっとユナ、何やってんの。早く宿題しなさい。もうテスト前でしょ。なんで宿題してないの。今やろうと思ってたのに。そういうのがやる気なくすんだよ。そうや、言い訳してやろうとしなかったでしょ。やろうとしてたんだよ。お母さん、今日マッサージしてあげるよ。足とか肩とかね、してあげるしてあげる。あと食器洗いも全部するし、洗濯もするし、あと全部今日はするから。どうしたの。何かあった。ううん、大丈夫。怒らないから言ってみな。本当に。うん、実はお母さんのお気に入りのお皿割っちゃったの。何やってんの、アリア。ひどい。怒んないって言ったじゃん。なんで怒るの。嘘つき。もうそろそろゲームやめなよ。怒るよ。無理。お母さん怒るよ、そろそろ。あと10分でやめないともう怒るよ。なんか怒ってんだけど、ね、怒ってんだけど、頭から血が生えてる。ないやだ。もっとなんじゃ。怖いよ。散らかしてるのよ。え、いい、早く片付けないと捨てるわよ。ねえ、なんで捨てるの。早く片付けなさい。一個でいいでしょ。よくない、捨てちゃうよ。いいじゃん、早く片付けなさい。はーい、続けまーす。早くして、もう次もじゃあ洗濯もやってもらうよ、本当に。あ、プルルル、はい。あ、はい、もしもし。あ、はい、あ、先生ですか。あ、もう本当に娘がすいません。あ、あの、明日伺います。本当にごめんなさい、失礼します。おい、片付けろってんだろうよ。お母さん、すくにくい、ひどい。ちょっと、先生に近いって。あ、これって何だったっけ。待って、わからん。お母さん、ちょっとわかる。あれじゃん、あれ、あれあれあれ、どれ、あれあれあれ、どれ、あれだってば。あれって何。あれやん。あれ、どれや。あれあれあれ。わからない。お母さん、わかんないの。あれじゃん。あれって何。あれって言ったらあれだよ。あれって何。お母さん、あれって何やっけ。あれあれあれ、あの、あれあれあれ、わかる、あれ。あー、これでしょ。あ、そう、それ、マジありがとう。一緒に食べよう。うん。行ってきます。あー、ちょっと待って、整理、待って待って待って。スマホ持った。財布は持ったって。マスクつけた。持ったって。鍵持ってる。持ってる。じゃあ帰るとき連絡してね。分かった。遅刻しないようにね。行ってらっしゃい。バイバイ。行ってらっしゃい。ちょっとセリー、いつまでもそんな顔してたら、そんな顔になるよ、将来。いいの、もうダメだって。俺も練習してるから、そんなこと言わないでよね。もう本当に、朝起きてそう顔だったらどうするのよ。もう。はい、ということで皆さん、いかがでしたか。全世帯のお母さん、こんな感じですよ。こんな感じ。わかる。特になんか共感したものとかありますか。でもなんか声変わるの。わかるわかるわかる。なんか本当に二重人格ってなるの。二重人格なのかな、もしかしたらってなる。もしもしってね。いいんだよ。多分みんなのお母さんもそうだと思うので。あと、これと同じでドッキリも間にやっているので、ドッキリも見てくれたら多分ちょっとつながると思うので、そっちも見てください。はい、面白かったね。面白かったね。ドッキリも意外な方が仕掛け人で。バレちゃう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 。ということで、面白い内容になってるので、ぜひ見てください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。